ございます。コラボ会になっております。そんな今日は和歌山県田辺市からフルーティアさんにお世話になります。はい、あれが釣れる、あれ釣れる、あれだ、あれめっちゃうまい、めっちゃ長くないですか。そうそうそう、そのあれと、うん、アマダイと、はい、その他もろもろ、まあ適当に釣りますよね。適当に釣れます。なんか大船に乗った本当ですか。それ期待していいんですか。わかんないです。いや僕はあのほら普通じゃないですか、超みたいな。でも大橋さんはすごいそれうまいんで、前回コテンパにあるけど、ね、前回もね、はい、ブルピアさんでお世話になった時、はい、あの時は白アマダイ狙いやったっけ、ね、やったっけ、確か、はい、白アマダイ。じゃあそれです。はい、なんでそういう意味も込めて今回リベンジ、はい、一応リベンジということで、僕は超リベンジで。じゃあ2人で頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。大橋さんうますぎ。ああ、おー、なんや、おー、なんや、うわなんか違うの来た、白い、黄色来た、うわすごバケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り糸を投げればわかる世界はつながっていること、地球は水の星だということ。今こそ釣りを始めよう。 X ブレイド。釣り人の休日を応援するエサ吉。底物はね、まあまあうまいんですよ。コテンパンにされたんで、とりあえず僕は見る。これがポットベリー、うん、こっちがベビージグレー。はいはいはい。お狙って全然いい感じ。アマダイもよく釣れるジグです。了解です。イメージ5回ね。はい、でチャートが入ってるの。そう。はいはい、でこっちが甲殻類から。まあ、エビとかエビカニ、ね、カニ系の色味、はいはい、でこれは半面グロー PC ピンクチャート。今日はちゃんとするで僕は。今日最初からベビージグレでやる。おいつもちゃんとしてないみたいな。ちゃんとそんな大橋さんの横でさ、なんか好きなことやってるだろうさ。全部取られるやん。で今そこを叩きながら白アマダイを誘ってるところです。そこを叩くことで砂煙を上げて遠くから寄せながら音と砂煙で魚を寄せるようなイメージで今流れてるんですけど、ほとんど動いてないです。あ、ほんでそしたらジグはもう上上げるの2メーターぐらい、僕の場合は50センチ以内ですね。ほう、これ基本目が上やんね。はい、そうです。なんかついてる。いや、そんな抜きんでよと思ったらなんかつけとか長いよ。ちゃんとやるっていう、はい、なんか一応ちゃんとなんか欲張ってる人いる。ちゃんとやる。あのアマダイがおったらここですよってさせるってこと。そうですね。で止めんのボトムで止めることもありますし、そのままズル引くこともします。あ、ゆっくりリフトアップみたいなイメージで。これはいいやつだ。おお、白。白。多分。ほんまや。白のはず。ほら、白。あ、違った。イトヨリや。イトヨリだ。ヨリちゃん。ホットベリーの 75g。半面グロー PC で食いました。まだ柔らかすぎるんで切れちゃうんで。ああ、そういうことか。おお。あ、大物ハタ。小物ハタだ。今回もポットベリーの 75g 半面グロー PC です。あ、ちょっとちょっと大きめのエスコもしれへんし。青旗またもや全部アマダイ見える。またもや青旗。そういうことやろ。やったー、青旗釣れました。
ちょっとね、あのターゲットではないけど、でも美味しい魚です。ジグはですね、貝の 100g です。レッドゴールド、イエーイ。まあ、そこトントンしたくれんやな。ぜい、なんだなんだなんだ、来た来た、うわーすげえ。白浜、白浜来ました。はい、釣れました。念願の白浜です。いいなー。サンはプロトの GPS のちょっと硬いさんです。今もそこをずっとトン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 リフトして落としての繰り返しで、上げて落とし始めに食いましたね。大橋さんが使ってたポットベリーで、僕が使ってたのはベビージグレーで、それも実績あるそうなんですよね。でカラーは一緒なので、まあ、イコールコンディションで交換するんで、まあ調義が全然違うかもしれないし、もしかしたらこいつのせいかもしれないし、水中の動きをここで見てるのと見てないのとでは、なんていうかな、この見えない釣りじゃないですか。サイトで釣ってるわけじゃないんでね。なのでこれがすごく重要になってきます。僕が5号20ポンドで、大橋さんが3号12ポンドで、一応僕それを3号にしないのは、いやそんなことないやろと、何かがもうちょっとアジャストできたら当たりが出るところまで行くはずなのにっていうのが今ここ。3号と5号の差がそんなに出る？3号と5号は違います。出るなうますぎる。糸寄りだ。糸寄りか。と今回はイベント限定カラーで作ったこの半面黒ピンクシャートで食いました。大橋さんうますぎな。おかしいやん。今まで釣れたジグを僕が変えて、で交代そのまましたね。で、まあその奥深いのが。なんていうかな、この何の変哲もない鉛の塊、それをどう操るか、それだけで全然変わる。だからね、ジグ使ってるんだけど、イメージは本当にワーム、バスのワームの釣りな感じ。ボトムをね、バンピングさせながら、まあ余韻でちょっと地べたについた状態の余韻があるんだけど、そのまあ。ただワームと違って生めかしさはないじゃないですか。硬いからね、止まったらただの塊なんで、それをどう見せるかやと思うんだけど、意味不明。あーおーおー、ひるなんや、おーなんや、あ、あ、違うな、違うな、なにこれ。うわ、なんか違うの来た、大ニベ来た。メッシングルース。イエーイ。なんや、わからんけど、サーフからするとなかなかいいやつよね。よいしょー、イエーイ。ルアー教えてください。ルアーはね、ビートさんのポットベリー 75g。 とりあえず今日はマネを先にすると決めて、最後までやってみた。イエス。あー、おはた。なんこれ引いてるよ。頑張れ頑張れ。もうちょっと今までにない引きです。でもマハタのでかいやつ、無理とかそういうのじゃない、遅いもんな。うん、観念しよう。あ、青もんやったんや。青もんや。ありがとうございます。やったー。おーもでかいなぁ。まさかのブリ釣れました。ビリジグレーの 95g、 半面グロー PC で食いつした。わらわら、私は貝の 100g です。よいしょ。なんかね、はい、
今日はほらあれを釣りに行くって言ったでしょ、はい、あのあれっていうのはなんかね、黒立ちカマス、黒立ちカマスっていう魚らしいんですよ。なんかね全然映ってないということで、アマダイ専念したいなと思います。頑張ります。臨機応変に、はい、行きましょう。はい、アマダイのすぐあるとします。そしてそこでドンドンドンって乗せてる感じ。来た何？引いてる？引いてる。言い切れない。そうかったら嘘やで。30メーター。白い。来た。でかい。でかー。すげえ、すげえ、でかい、うわーすごい、本命ゲストでーす。しかもめちゃくちゃでかい。でかいな。嬉しい。これはもう勝ち上げすぎです。リーリングはちょっとずつ2分の1ぐらいの細かく削って揚げで食いましたね。うわ何？ルアーは、ベビージグレーの 110g です。一緒やん俺と。なんで最初のあの、なんていうか、突っ込み方が半端なかったです。ありがとうございます。おぉ、ナイス。52ナイス。自己記録52。さあ、村上さん、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、いいなー、羨ましいです。いやありがとうございます。羨ましいです。もうね、最後の最後にいいの釣らせていただきました。僕はなんか変わったやつ釣りましたけどね。そうですね、めちゃくちゃ高い。サーフで釣ると喜ぶやつなんでね。大橋さんも白マダイおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと小さいかったですけど、でも釣れました。あれ、サーヤが釣ってなかったら大橋さんさすがやなって言うんだろうね。最後に持ってかれました。持ってかれましたね。でも、はい、まあ、皆さんもこの大橋さんの調理を、ね、食えるように見てもらうと面白いと思います。、はい、今回どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー海上釣り堀さだまるでは、美味しい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。さだまる最高。